ウサピョン？ダニー！何するだに？話せだに？ミーは姫じゃないだに？そりゃね。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで大森山って稲穂ちゃんたちと合流を、稲穂と合流をしていきましょう。はい、ワープ。あ、ここで乗っても意味ないな。ここでもうおろる。殺される。はい、久々稲穂。おーい！稲穂ちゃん、街のトラブルは片付いたよ。ずっといたの、ここに。はい！こっちは異常なしです。ちょっとほっとしたような、がっかりなような。ダニー！来るのが遅いだに。稲穂を抑えるの大変だったんだに。お、入っていこうとした、もしかして。稲穂さんの方？いやいや、夢の未来世界の入り口を目の前にして、我ながらよく我慢できたなーって。あの扉の奥の異世界観、ジュルリ。ダニー。ずっとこの調子だに。ウサピョンも大変やね。まあ未来に妖怪たちは増えてないだに。稲穂とミーが見張ったからだにね。そういうこと？あ、妖怪探偵団。厄介な連中がこんなところにまで。しかしそれよりもあの少女。何？なんと妖怪ウォッチを持っていないにもかかわらず、当たり前のように妖怪が見え、ごく自然に会話を。ああ、持ち主だから一応。しかもあれほどまで慕われているとは、あのお方こそ姫に違いない。ああ、稲穂さん、後ろ後ろ。おへ。こういう時って私、え？とかって言う前にすぐ後ろ向く気がするんやけど。気をつけて、そいつは敵だ。よーし、こういう時は先手必勝。行け、ウサピョン。ダニー、こいつ不気味な服でおっかないだに。そういう理由。はい。ようやく見つけることができました。あなたこそが私たちの探していた、姫。え、姫？私が、プリンセス？何言っとるだに。さあ。姫、私と一緒に来てもらいましょう。おお、連れてかれる。これはこれはまさか、ヒロインさらわれ展開ってやつですか？楽しそうだな、おい。フクロウ、稲穂ちゃんを離せ。あ、連れてかれる。姫さえ連れて行けばあのお方に。どこ行くの？え？やー！お助けー。え、あいつらこの世界にいるんじゃないの？違うの？やばい！どうしよう、稲穂さんがさらわれちゃった。どこ行ったの？割とノリノリだったけど。ちょっと、いやいや、助けに行かないと。行くぜ、みんな。っていうか、未来に行っちゃったってことだよね。俺たちも早く追いかけよう。過去かもしれんやん、未来なの。さらわれた稲穂を助けよう。じゃあ未来へ。あー、久々の未来。来た来た来た。稲穂！稲穂どこだに？フクロウってやつはどこにいるんだに？敵の足とか秘密基地とかそういうのないだに？全然わからんけど。ごめん、それはちょっとわからないな。あの妖怪たちいつも急に出てくるからね。そうだに！あれをたどれば稲穂の場所はわかるかもだに。ん？あれって？まさか稲穂ちゃんに発信機でもつけてんの？怖い怖い怖い。何？そういうハイテクなものじゃないだに。稲穂がいそうなところはズバリ。何何？匂い？行くだに。うん、こっちだに。いす？あなたまさか匂いでわかるんですか？何？いいから早く身についてくれだに。何か特殊な匂いをつけてるとか。本当に稲穂さん匂いがわかるの？行くだに。ドーナツの匂いを追えば大丈夫だに。ドーナツ。待ってる間に二人でドーナツ食べてたんだに。どこで買ってきたんだ、そのドーナツは。ちょ、待って、とりあえず。ああ、座るな。一休みしません。しません。めっちゃウサピョンに見られてるけど。信じられねえ、こいつ休む気だ。みたいな顔で。さ、とりあえず。辰巳川端南に向かえばいいんかな。川端南、あそこ初めてか。今まで北やったよね。おお。怖
はどういう地域？稲穂の匂いは近いだに、あっちだに。あっちって中学校？中学校？マジで？ちょ待って、どれだ中学校？この中か。あ、これ中学校。あ、何の建物かと思ったけど、そういうことね。あ、雲海橋がある。とりあえず、どこですか？なんか扉が、何の扉これ？え、すげえ不気味な扉なんだけど。入りたくない。ん？何この扉？こんなのあったっけ？この中は？何？ん？間違いないだに。稲穂は絶対にこの中にいるだに。にゃ？くんくん。わかる。俺っちには全然わからないにゃ。ウサピョンなかなかやるにゃんね。だに？え、変だに。みなほのことなら大体わかるだに。この扉の先にあいつらのアジトがあるのかな。わかりやすすぎじゃない？うん。わからないけど、気を引き締めて進みましょう。早くいなほちゃんを助け出さなくちゃ。おー、ちょっと扉の中はここ？姫をお連れしました。ここどこ？すごい何もない世界。この展開は、囚われぬプリンセスが悪い魔法使いのアジトに連れ去られた的な。この段階でも楽しそう。むむむむむむ。これは魔法使いというより魔族。なるほど。闇の魔族もプリンセスの力を狙ってるのね。フクロウ。はい。この少女は妖怪を従え、手足のように自由自在に操っておりました。あの連中のように妖怪ウォッチを持っていないにもかかわらず、まさにその力こそ姫であることの証明となるでしょう。おい、その女が従えていた妖怪とやらはどこにいる？では何で一緒に連れてこんかった？いなければ証明にならない。お前に見間違いという可能性だってあるだろう。同血、あなたという人はいつも私のことを見くびって。まあそいつが本物かどうかはこれが証明してくれるだろう。姫やとしたらそいつっていうのはめちゃくちゃ失礼と思うけどね。それは、イニシエの世界じゃないだ。まさか、あなたたちが奪ったのね。おい。違う。そんな。反応がない。世界を越えてまで追ってきて、飛んだはずれを引いたもんだな、フクロウ。待ってください。こんなはずは。黙れ。くどいぞ。はピーンと来た。この状況は悪のイケメン幹部たちが私をめぐって、イケメンなのか？やめてー。私のために争わないでー。おいおい。フクロウ、こんなキテレツな女が姫だと思うのか？おっしゃる通りです。最初からお前には何も期待していなかったよ。わざわざお前をこの手で消すのも煩わしい。勝手に消えろ。そしてもう二度と俺の目の前に現れるな。やけに優しいよね。だいたいの、こう、ね、作品とかって一瞬でバッて消されて終わりやん。おへ、命助けてくれてるだけで全然優しいと思う。行っちゃった。もっと私のために争ってくれていいのに。主天道寺様、私は今度こそはと。どうしてこんな。今度は稲穂に慰められる番。お、まだ木ではない。なんか出た。まだ終わる時ではない。終わり、いや終わりでしょう。もう何、誰、こんなところでは終われない。黒い怨念となろうともなすべきことを。なすべきこと。姫を我が主に。私は大丈夫か。おい、おお、何が起きちゃってるんです？何？稲穂がいただに。やっと稲穂発見だに。あ、ウサピョン、みんな、やっほー。稲穂、今助けるだに。稲穂さんから離れよ。姫さえいれば、私は主に。何ですと？ウサピョン？だに！何するだに？話せだに？ミーは姫じゃないだに。そりゃね。君は違う。隠しているのでしょう、本当の姫を。
居場所を教えなさい。姫はまだあの世界にいるはず。戻らねば。今度こそ姫を。ウサピョン連れてかれた今度は。なんでー？今度はウサピョンがさらわれてしまうとは。なるほど。大体わかりました。何？つまり私は囚われヒロイン枠から救出ヒーロー枠にクラスチェンですね。よーし。ウサピョンは絶対に私が助けます。フクロウっていう妖怪を追いかけましょう。イナホちゃんには危ないよ。せっかく助かったんだし、ここは私たちに任せる。実はですね、捕まっている間にひらめいた案があるんです。ヨカネと通販を使ったスペシャルサポートです。これならウォッチがなくてもお手伝いできますよ。ヨカネと通販。はい。バトル中にいろんな妖怪アイテムを注文するんです。そしたらドローンで届けてくれるはずですよ。バトル中。皆さんのバトル中、私がヨカネと通販で超便利バトルアイテムを頼んじゃいます。頼んだバトルアイテムはドローンで配達。画面右上でドローンの配達状況を見られますよ。ドローンが到着するとバトルアイテムをポーンと置いてくれるのでご自由にどうぞ。なんか光る玉が出る怪しい壺とか、食べると無敵になれる謎のコンペイトーとか、まあ多分大丈夫なやつなのでガンガン使ってください。大丈夫です、多分。ヤバいボスのバトルでは特に本気出しちゃいますよ。よーし、ヨカネットでガンガンポチっちゃうぞー。すごい。そういうのができるなら助かるかも。今現在手元のないアイテムをそうやって買えるのは便利やね。ですです、ウォッチがなくてもお役に立てます。私をぜひぜひお仲間に。わかった、みんなでウサピョンを助けよう。さすがケイトさん、話が早い。ってことでミスロイナホが仲間になった。改めてよろしくね、イナホちゃん。イナホのサポートでバトル中にドローンの宅配がされるようになった。これはこっちが注文すればってことよね。皆さん、フクロウはケイタ君の世界に戻ったみたいですよ。急ぎましょう。よーし。待ってろ、悪魔妖怪フクロウ。絶対にウサピョンを取り返してやる。うん。ケイタの世界に戻らないと。忙しいな。桜本町公園の扉に急ごう。ちょ待って、先にあの運河駅をちょっと起こしておきたい。この世界は未来だから、多分雲大橋の姿もまた違うやつなんやろうな。雲大橋やー、どこですかねー。入れない。入れない。雲大橋どこー。誰だ、誰なの。なんかあの子の足元めっちゃ水だらけなんだけど。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外宮が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。とりあえずなんかまた新しいクエストが追加されたってことかな。どれ。 C ランクへの挑戦違うし、さまよい落ち武者の噂。あ、ん？これ？え？違うかな？全然別の？ここの中にない気がする。あ、ん？別に。いやでもびっくりマークついてるけんな。わからんけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、今ここの雲外橋を起こして、現代の方にもおるけんさ、そこ多分ワープできるってことよね。越えれるって言ったし世界。